はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。最近僕のね動画がねなんかおろそかになってる気がするんですよ。どういったことかって言いますと、ゲームをですね配信慣れ、まあ1年半ぐらい続けてるんですよ僕。あのゲーム実況っていうものをですね、最初はねなんか緊張感を持ってめっちゃやってたんですよ。めちゃくちゃ今慣れ始めてですね、まあそう慣れ始めたからね、あのゲームプレイとかもね喋りながら全然できるしいいんですけどね。まあその慣れ始めたことによって僕のですねあの言葉が荒くなったり、まあ、結構してくるかと思うんですよ。まあゲーム実況者あるあるですよね。最初はねなんかめっちゃ優しい言葉っていうのかな、まあ、そういう言葉使ったりするんですけどね、まあ慣れ始めるとちょっと言葉が荒くなってくるみたいな、なんかねそんなんが僕ね出てきてるような気がするんですよ。いやこれは結構いい感じじゃない。いやルイージめっちゃ早いね。よしオッケー。で次は右行くか。いやルイージより早い、ルイージより早い。でこれ一番左行こう。いや一番左まずいね。いやこれ結構反射神経がねあの試されるコースですね。よしでここは真ん中。いやルイージより早い。いやマリオ、おーし、オッケー。で、僕、キノピオだったよね。あ、キノピコか。で、ここはジャンプして、ここ、落ちていきます、僕。よし。で、これは雲の中をすり抜けていく。いや、ルイージがね、マジでめっちゃ速い。マリオと僕、結構いい勝負なんですよ。よし。いや、あの土管ね、この土管。いやー、マリオの方が速いな。負けた？負けたよね。いや、ここで勝ちたい。ここで勝ちたい。いや、マンダ、ワンちゃん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 。よしか。よし。いや、どうだ、どうだ。じゃあもう増えた。いやそれずるくないルイージと。いやなんか僕一番下最後でジャンプしてんのじゃなんかおかしいよね。どうせ負けてたけど。いや今ですね僕これやってるのが夜中の11時ぐらいなんですよ。まあ夜中でもないか、まあ夜の11時ぐらいなんですよ。で今日僕を口にしたのがですね、まあ11時ぐらいにあのセブンの焼き鳥とですねあのお好みパンみたいなその2つだけなんですよね。でその2つをね、まあ、食べて今まで何も食べてないんですよね。ただなぜ食べてないかっていうと僕ねあの空腹の時の方がね結構喋れたりするんですよ。まあお腹いっぱいになっちゃうとあの喋りっていうのかな、お腹いっぱいになっちゃうとあんま喋れなくなっちゃうタイプなんですよね。キノピコ、キノピコやられてらっしゃいますね。よし OK。 キノピオはもうゴールしたのかな。なるほどゴールしたのか。いや待ってキノピコ、やっぱそうするよね。いやそうすると思った。キノピコ、いやキノピコを信じてたよね。やっぱ信じるじゃん。やっぱメンバーとしてるとやっぱ争ってばっかりっていうのあるじゃん。そういうのがない動画をですね皆さんに出していって、メンバーとはねこんなに優しい世界だよっていうのをですね僕は見せてあげたいんですよ皆さんに。でもねああいうことをする人もいるんですけれどもね、まあじゃあこの動画をねカットしろよって話なんですけどいい撮れ高だったんでそのまま出していってます。今僕がねゲーム実況するときによく食べる駄菓子ガリボリラーメンってあるんですよ。それが切らしちゃってて、そのガリボリラーメンが食べれないんですよ。まあないからね。うん、そのガリボリラーメンを食べながらねこうやってゲーム実況するのってほんと楽しいんですよ。うん、それがないから僕ね今ちょっと絶不調なんですよ。だから今日ね勝ちがそんなに少ないかもしれません。はい。いやこれルイージどうしようか。これルイージ、いや行こっか。もうアイテム取っていっていいよ。僕はここの先にあるアイテムを取っていけないもんね。コイン絶対アイテムと思うよね。ルイージも多分それうわデカになってらっしゃる。うわ、いやこれちゃんと僕待っていきます。ルイージ絶対当たってもいい覚悟でいくっしょ。ほら見て見て、ほらずるずるずる。うわ危ねえ。てかその何その打ち上げ花火みたいなその感じで、そのテレサ、あマジアイテムいる、こうマジアイテムいる。絶対やられる。あのルイージがね落ちてくれてやられることを祈ります。いや来たねやっぱ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ僕これめっちゃチャンスなんじゃないかな。よしこのまま渡っていきます。結構さついてるでしょこれ。このままコインの通りでいい。よしオッケー。スター、スターではないねこれ。やっぱスターではないか。マジでこのテレスはなんか打ち上げ花火っぽいんだよななんか落ちてねパーッとね花が咲くみたいな、なんかね花火みたいっぽいよね。なんて言った今。いや待ってルイージ来た。う待ってマジやばいって、来ないでって。このまんま渡ってて、もうそろそろねゴールがあるんじゃないかな。多分ここでゴールと思ったんですけど、ここで中間ポイントか。いやちょっと待ってね。いやピオキングだけ取りました。いやルイージ取ってないよ。大丈夫やられない、大丈夫。あああの LSP っていう方結構いるよね。おっちゃんみたいな感じのアバター、コナンに出てくるあのモーリー、モーリーなんだったっけ、あのねおっちゃんよ、モーリー小五郎だったっけ。
めっちゃ似てんだけど、ほら来た LSP。 あの絶対コナンのあのおっちゃん意識してるでしょ。それに比べてあの一番左のマリオめっちゃ可愛かったな。魔法少女マドカマギカみたいなね、まあ、そんな感じのイメージなんですけど、よしそれじゃあ始めていきますか。これは1の1って書いてたね。僕アイテム取っていきますね。ここでマッハでいきます。めっちゃマッハでいきます。まあニュースーパー、いや早いってマジ早いって。もうここどんぐりなかったっけ。どんぐりなんかニュースーパーマリオブラザーズのあれだったどんぐりがあったと思うんですよ。まあどんぐりでマッハで行くのがねめっちゃ早いと思うんですけど、みんなそんなんどうでもいい覚悟でですね行ってますね。やっぱね僕のやり方は間違ってました。はい、害悪を殴りたい。いいねマリオ、僕も同じ気持ちですよ。あのマリオとはですね気が合いそうです。マリオに挨拶していきますか。さあマリオに挨拶していきます。僕害悪じゃないよ、僕ね害悪じゃありません。おー優しい、マリオめっちゃ優しいっぽいね。お、その前にキノピオめっちゃ連れてってくれるで。知り合いではないでしょ。待って、キノピオめっちゃ上手くね。キノピオめっちゃ上手いんだけど。いや僕より上手いしこれ絶対上手い。めっちゃキノピオ上手くね。ほらほらやば。え誰、知り合いではないよね。あはここでやっぱ捨てます、捨てますか。はい分かってました、僕捨てられるの。いや知り合いだったらよかったんだけどね、こんな上手い方に知り合いがいれば。ありがとうキノピオ、僕はこのゴーンは一生忘れません。はい、だから僕がゴーン一瞬でなくすっていうね。あ待ってキノピコ、そこゴールでしょ。やっぱりマリオアップゲーム、まあ、コース名から察するにどんどん上がっていくタイプなんじゃないかなって思いましたけれども、これはそういう感じのコースではなさそうだな。とりあえず、あいや上がってって鍵をとりあえず取っていく。なんでみんなやられてんの、ね、そんなやられるやつなかったよねこれね。そんなないよね。さあここで鍵を開けて次に右に入っていきます。そしたらもうゴールがあってもいいと思ったんですけどね。さあここはジャーン来た。まあこれはね先に言ってもまだだと思うんですよ、ゴールっていうのは。さっきゴールがね見えたと思うんだけど、これは普通に上がっていきます僕。よし、うわみんな追いかけてきてんな、大丈夫かこれ。ジャンプして渡っていきますけど、これはよし、オッケー。これどんなどういう何なテイストっていうのかな、これどんな気持ちで作ったんだろうねこれよくわかんないコースなんですけど、これはジャンプ、よしここで P ジャンしますか。まあ無意味な GP ジャンを一回しておきまして、さあここも下に渡っていきます。ここがゴールだったら一番いいんですけどね。どうもありがとうございます。あ、A 隊の方2人もいるね。これは勝てるんじゃないかな、できるかな。 4-2-9番、なんかね小学生のクラスと番号みたいな感じですけど、何ができるんでしょう。これはブラックパックを避けながら行くパターンだね。まあバトル用コースとしてはね相当厳しいんじゃないかな。一番最初に行ければいいんですけどね、これ一番最初に行って、いやブラックパックいっぱい出てくると思ったんですけど、そんな出てこなかったね。どんどん滑っていくタイプのパターンかな。さてこれ、うわなるほど、いやこういう感じね。これは確かにちょっと難しいですね。はい、ここは回転ジャンプしてどんどん渡っていきましょうか。まあ S プラスじゃないや、 A プラスの方が2人であれば僕はそんな、いやジャンプしてこないでね。ありがとう、ごめんなさい。いただきます。 D の意志を継ぐ者モンキー D、 簡単かもデカマリオのままゴール。さて簡単かもって書いてまして、デカマリオのままゴールってか、いやちょっとはっ、ずるい、ずるいって、ずるい。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。